ある女の生涯、島崎東村。おげんはぐっすり寝て、朝の4時頃には自分の娘や小さな老い謎のそばに目を覚ました。慣れない床、慣れない枕、慣れない蚊帳の中で、そんなに前後も知らずに深く眠られたというだけでも、おげんにとっては珍しかった。気の置けないものばかり。娘のおしんに、ばあやに、9つになる小さな老いまで入れると、 都合四人も同じ茅のうちに枕を並べて寝たことも珍しかった。八月のことで、身近か夜を寝をしむようなおしんはまだよく眠っていた。おげんはそこに眠っている人形のそばでも離れるようにして、自分の娘のそばを離れた。かやを出て、部屋の雨戸を十二枚ほど開けてみると、夏の空は明けかかっていた。ようやく来た。とおげんは一人でそれを言ってみた。 そこは地方によくあるような医院の一室で、遠い村々から来る患者を入れるための部屋になっていた。蜂谷という評判のいい田舎医者がそこを経営していた。おげんが娘や老いを連れてそこへ来たのは自分の養生のためとはいえ、普通の患者が病室に泊まったようにも自分を思っていなかったというのは、一つはおげんの亡くなった旦那がまだ達者出盛りの頃に少年の蜂谷を引き取りって、 書性として世話したという縁故があったからで。前の日に思い立って、あくる日は家を出てくるような、そんな旦那衆のようなわけに生かすか。そうとも、そこは女だもの。俺は半年も前から思い立って、ようやくここまで来た。これは二人の人の会話のようであるが、おげんは一人でそれをやった。彼女の中にはこんな一人ごとを言う二人の人がいた。 おげんはもう歳をとって、心細かった。彼女はとついで行った小山の家のおばあさんの死を見送り、旦那と自分の間にできた小山の後取りでおしんから言えば唯一人の兄にあたる実死の死を見送り、二年前には旦那の死をも見送った。彼女の周囲にあった親しい人たちは、一人減り、二人減り、 長年小山に出入してお家大事と勤めてくれたような大番頭の二人までも早この世にいなかった。彼女は孤独で震えるようになったばかりでなく、もう長いこと自分の体に異常のあることをも感じていた。彼女は娘のおしんと共に、四十の歳まで結婚させることもできずに諸女で通させてきたような唯一人の不幸なおしんと共に最後の、隠れが、 を求めようとするより他にはもう何らの思いをも持たなかった。このおげんが大山の家を出ようと思い立った頃は60の年だった。彼女は一日も手放しがたいものに思うおしんを連れ、預かり子の小さなおいを連れ、つけ店のバー屋まで連れて、にぎやかに家を出てきたが、古い馴染みの軒を離れるときにはさすがに限りない考えを覚えた。 彼女はその興奮を笑いに紛らわしてきた。みんな、行ってくるぞいその言葉を養子夫婦にも、奉公人一同にも残しておいてきた。彼女の真意では、しばらく蜂谷の委員に養生した上で、ぜひとも東京の空まではと志していた。東京には長いこと彼女の見ない弟たちがいたから。蜂谷の委員は中央線の須原駅に近いところにあった。 おげんの住み慣れた町とは四里ほどの距離にあった。彼女が家を出るときの興奮はその道のりを汽車で乗ってくるまで続いていたし、この委員についてもまだ続いていた。しかし日頃、のぶよりする医者のもとに一夜を送って、桑畑に続いた病室の庭の見える雨戸の間から、朝もやの中に鶏の声を聞きつけたときは彼女もほっとした。小山の家のある町に比べたら、 いくらかでも彼女自身の生まれた村の方に近い、静かな田舎に見ようを消えたという心地もした。今度の養生はたとえ半年も前からおげんが思い立っていたこととはいえ、一切から離れるような機会を彼女に与えた。長い年月の枕して見た屋根の下からも、10年も旦那の留守居をして一人の寝屋を守り通したことのある奥座敷からも、 養子夫婦をはじめ奉公人まで家内一同禅を並べて食う楽しみもなくなったような広いガランとした台所からも、ご心臓様、大分お早いなし、と言ってばあやが声をかけた頃は、お心までもお玄のそばに集まった。お母さんは家にいてもああだぞい、とお心はばあやに言ってみせた。冬でも暗いうちから起きて、 自分の部屋を掃除するやら、掃除をバタバタ言わせるやら。そんなに早く起きられては若い者がたまらんなんて、よく家の人に言われる。私は隣の部屋でも、知らん顔をして寝ているわいなし。ええー、知らん顔をして。おしいはこんな話をするにもおもながな顔をばあやの方へ近く寄せていった。そこへ小さな老いの三吉が飛んでやってきた。 前の日にこの院へ来たばかりでいろいろな目についたものをいちいちおげんのところへ知らせに来るのも、この子供だ。蜂屋の庭に続いた桑畑を一丁も池柿曽川で、そこには小山の家の近くで泳いだよりはずっと静かな水が流れていること謎を知らせに来るのも、この子供だ。桑畑の向かうの方が焼けていたで。俺がな、あ、真っ黒に焼けた後を今見てきたぞい。 こんなことを三吉がこと出すと、おしいは思わずその話に釣り込まれたという風で。本当に、昨日のようにびっくりしたことはない。お母さんがあんな危ないことをするんだもの。隅田原にひなをつけて、あんな垣根の肩へ放ってやるんだもの。私は、ハラハラして見ていたぞい。本当だぞい。おしいはもう目にいっぱい涙を溜めていた。 その力を込めた言葉には年老いた母親を思う哀れさがあった。昨日は俺も見ていた。そうしたら、おばあさんがここのお医者様に叱られているのさ。この三吉の子供らしい調子は惜しいおもばあやおも笑わせた。三吉や、その話はもうしないでおくれ、とおげんがこと出した。このおばあさんが悪かった。俺もバカな。大方、気の迷いだらずが。 昨日は恐ろしいものが俺の方へ攻めてくるじゃないかよ。汽車に乗ると、そいつが俺についてきて、ここの蜂屋さんの家の垣根の隅にまで隠れて俺の方を狙ってる。さあ、攻めるなら攻めてきいって、俺もたまらんから火のついた炭原を投げつけてやったよ。もうあんな恐ろしいものはいないから、安心しよや。もうもう大丈夫だ。昨夜は俺もよく沈まられたし、 三霊様は皆を守っていてくださるし、今朝は近頃にない気分が清々とした。おげんは自分を笑うようにして、両手を膝の上に置きながらほっと一つ息をついた。おげんの話にはよく、三霊様、が出た。これはおげんがまだ若い娘の頃に、国学や神道に熱心な父親からの感化であった。 おしんは母親の機嫌のいいのを嬉しく思うという風で、ばあやと三吉の顔を見比べておいて、それから好きなタバコを引き寄せていた。その朝から三吉はおげんのそばで楽しい初中休暇を送ろうとして朝飯でも済むとまたすぐ外へ飛び出していったが、この小さなおいの子供心に言ったことはおげんの身に応えた。彼女は家の方にいた自分、妙に家の人たちから警戒されて、 刃物という刃物はハサミからカミソリまで隠されたと気づいたことがよくある。年をとったおげんがつくづくこの世の冷たさを思い知ったのは、そういう時だった。その度に彼女は悲しさや不流しさが胸いっぱいにこみ上げてきて、わざわざ養子夫婦の嫌がるように仕向けてみたこともある。時には白いハンケチでネズミを作って、 それを自分の頭の上に乗せて、番頭から小僧まで集まった仕事場を驚かしたこともある。あんなことをしてみんなを笑わせた滑稽が、まだまだ自分の気の確かな証拠として役に立ったのか。面白いおばあさんだ、としてみんなに迎えられたのか、そこまではおげんも言うことができなかった。とにかく、この蜂屋の院へ着いたばかりに桑畑を焼くような失策があって、 三吉のような子供にまでそれを言われてみると、いかに自分ばかり気の確かなつもりのおげんでも、これまで自分のしたことで養子夫婦を苦しめることが多かったと思わないわけにはいかなかった。おんは髪を束ね直した後のさっぱりとした顔つきで母の方へ来た。その時、おげんは娘に言いつけて、おんが使った後の鏡を自分の方へ持ってきさせた。お父さんが亡くなってから、 お母さんは一度も鏡を見ない。今日は蜂屋さんにもよく診察してもらうで、久しぶりでお母さんも鏡を見るわい。おげんは親しげに自分のことを娘に言ってみせて、おしんがそこへ持ってきた鏡に向かおうとした。ふと、死別れてから何十年になるかと思われるようなおげんの父親のことが彼女の胸に来た。おげんの手はかすかに震えてきた。 彼女の父親は晩年を暗い座敷牢に送った人であったから。ふーん、思わずおげんはうなるような声を出して自分の姿に見入った。彼女が心ひそかに映ることを恐れたような父親の面影の代わりに、信じがたいほど変わり果てた彼女自身がその鏡の中にいた。偉い年寄りになったものだぞ。とおげんは自分ながら感心したように言って、 若かった日に鏡に向かったと同じ手付けで自分の眉のあたりを幾度となくなで和らげてみた。ひどいものじゃないかや。なんだか自分の顔のような気もしないよ。とまたおげんは言って、鏡を娘の方へ押し合った後でも探索した。不運のようなことだ。とおしんもそこへ笑い転げた。静かな日がそれから続くようになった。 八夜の委院に来て泊まっている他の患者たちのことについても、一番早くいろいろな報告を持ってきて、おげんの部屋を賑やかすのは小さな追いだった。三吉が小山の家の方から通っている同じ学校の先生で、夏休みを機会に花の領事を受けに来ている人があると、三吉はすぐそれを知らせにおげんのところへ飛んでくるし、 哀れな直しの小娘を連れて遠い参加の方から委員に着いた夫婦があると、それも知らせに飛んできた。おげんはこの小さなおいやおしんに誘われて木曽川の岸の岩石の間に時を送りに行ってくることもあった。夏らしい日当たりや、影や、時のもののなすでも付けて在院中の慰みとするにいいようなたくさんな丸い小石がその川岸にあった。あの小山の家の方で、 墓参りより以外に滅多に外に出たことのないようなおげんにとっては、その川岸は胸いっぱいにいい空気を呼吸することのできる場所であり、透き通るような冷たい水に素足を浸してみることもできる場所であった。おげんがその川岸から拾い集めた小石でなす謎をつけることを楽しみに思ったのは、おしやさんや三吉やばあやを喜ばせたいばかりでなく、そのいい色に使ったやつを同じ院の患者仲間に、 鼻の悪い学校の先生にも、推しの娘を抱いた夫婦者にも振る舞いたいからであった。彼女はパンを焼くことなぞも上手で、そういうことは好きでよくした。在院中の慰みの一つは、その家から下げてきた道具で、小さなおいのために三次代わりのパンを焼くことであった。三吉はまた大喜びで、 おばあさんが手製のふかしたてのパンを患者仲間のイルブヤヤヤへ配りに行くこともあった。おげんが過ぎ去った年月のことをしみじみ胸に浮かべることのできたのも、この静かな委員に移ってからであった。部屋にいて聞くと、よく買わずが泣いた。昼間でも泣いた。その声は男盛りの自分の旦那の方へも、遠い旅から年をとって帰ってきた旦那の方へもおげんの心を誘った。 彼女が小山の家を出ようと思い立ったのは、必ずしも老年の今日に始まったことではなかった。旦那も達者彼女もまだ達者で女の盛りの頃に、一度ならず二度ならずすでにそのことがあった。旦那くらいいい性質の人で、旦那くらいいまた、女のことに弱い人も珍しかった。旦那が一旗あげると言って、この地方から東京に出て家を持ったのは、 あれは旦那が20代に当時流行のラッコの毛皮の帽子をかぶった頃だ。まだおしんも生まれないくらいの前のことだ。あの頃にもう旦那と関係した芸者は行く人となくあって、その一人に旦那の子が生まれた。おげんがそれを自分の手で始末しないばかりに心配して、旦那の行末の楽しみに再びこの地方へと引き上げてきた頃は、さすが旦那にも謹慎と後悔の色が見えた。 旦那の東京生活は結局失敗で、そのまま古い小山の家へ入ることは留水の大番頭に対してもできなかった。旦那が少年の蜂屋を書生として世話したのも、しばらくこの地方にいて教員生活をした時代だった。旦那がある灼布に関係のできたのもその時代だ。その時におげんは旦那の頼みがたさをつくづく思い知って、 失望のあまり家を出ようとしたが、それを果たさなかった。正直で昔仇な大番頭等へも詫びの叶う時が来た。二度目に旦那が小山の家の大黒柱の下に座った頃は、旦那の一番働けた時代であり、それだけまた得意な時代でもあった。地方の人の信用は旦那の身に集まるばかりであった。交際も広く、金回りもよく、 おまけに人並み優れて歌う声の涼しい旦那は次第に茶屋酒を飲み慣れて、土地の芸者と関係するようになった。旦那が自分の知らない子の父となったと聞いたときは、おげんは福田かと思った。その時もおげんは家を出る決心までして、東京の方に集まっている親戚の家を訪ねに行ったこともあったが、人のいさめに思い直して国へと引き返した。 あれほどおげんは頼みがいのない旦那から踏みにじられたように思いながらも、自分の前に手をついて平謝りに謝る旦那を目の前に見、優しい声の一つも耳に聞くと、つい何もかも忘れて旦那を許す気にもなった。おげんが年若なせがれの利発さに望みをかけ、おとなしいおしんの成長をも楽しみにして、 あの二人の子によって旦那の不貧困を忘れよう忘れようと努めるようになったのも、あの再度の家出を諦めた頃からであった。そこまで思い続けていくと、おげんは一人で呆然とした。それからの彼女が自分のそばに見つけたものは、次第に父に似ていく兄の方の子であり、まだこの世へも生まれてこないうちから父によって傷つけられた妹の方の子であったから。 海藻はある都会風の二階座敷の方へおげんの心を連れて行ってみせた。おげんの弟が二人もいる。おげんのせがれがいる。せがれの嫁もいる。その嫁はみんなの話の仲間入りをしようとして女持ちの細い着せる謎を取り出しつつある。二階の手すりのところには東京を見物顔なおしんもいる。そこはおげんのせがれが東京の方に持った家で、 夏らしい二階座敷から隅田川の水も見えた。おげんが国からおしいを連れてあの家を見に行った頃は、旦那はもうとっくにおげんのそばにいなかった。家も捨て、妻も捨て、子も捨て、不義りのある竹を後に残していく時の旦那の同連には若い芸者が一人あったとも聞いたが、その往心普通の旦那の在りかが何年か後に遠いところから知れてきて、わずかに手紙の往復があるようになったのも、 ちょうどその頃だ。おげんが旦那を待ち暮らす心はその頃になっても変わらなかった。機会さえあらば、どこかの温泉地でなりと旦那を見、おしんにも合わせ、どうかして旦那の心をもう一度以前の妻子の方へ引きかけさせたい。その下心でおげんは東京の地を踏んだが、あのせがれの家の2階で二人の弟の顔を見比べ、 せがれ夫婦の顔を見比べたときは、おげんは虚しく国へ引き返すよりかに仕方がないと思った。二番目の弟の口の悪いのもつまり姉を思ってくれるからではあったろうが、しまいにはおげんの方でもこらえきれなくなって。そうごけ、ごけと言ってもらえうまいぞやと言い返してみせたのも、あの二階だ。そうしたら弟の言い草は、このばばさも、まだこれで色気があると。 あまりにくい口を弟が聞くから、あるぞい、うん、ある、ある、そう言っておげんはみんなに別れを告げてきた。待っても、待っても、旦那はあれから帰ってこなかった。国の肩で留守にするおげんが朝夕の友といえば、旦那の置いていった机、旦那の置いていった部屋、旦那のことを思い二人の子のことを思えば濡れない晩はなかったような冷たい寝屋の枕。 階層はまた、広い台所の炉端の方へもおげんの心を連れて行ってみせた。高い天井からは炉の上に吊るしたすすけた自在鍵がある。炉に焚く火は赤々と燃えて、台所の障子にも柱にも映っている。いそいそと立ち働くおしんがいる。下女がいる。容姿も改まった顔つきで奥座敷と台所の間を行ったり来たりしている。 時々覗きに来る三吉もいる。そこへおげんの三番目の弟に連れられて、しょんぼりと表口から入ってきた人がある。この人が十年も他郷で流浪した挙句に、遠く自分の生まれた家の方を指して、歳をとってから帰ってきたおげんの旦那だ。弟は養子の前にも旦那を連れてお辞儀に行き、おげんの前へもお辞儀に来た。その頃はせがれはもうこの世にいなかった。 とうとう旦那もせがれの死に目に合わず自前であったのだ。せがれの嫁も暇をとっていった。三た様はまだ自分とうと一緒にいてくださるとおげんが思ったのは、旦那におしんを合わせることのできた時だった。けれども、これほどのおげんの喜びもそう長くは続かなかった。持って生まれた旦那の性分はいくつになっても変わらなかった。 旦那が再び自分の生まれた家の門をくぐるときは、日が暮れてからでなければそれがくぐれなかった。そんな思いまでして帰ってきた旦那でも、だんだん席がぬくまってくる頃には茶屋酒の味を思い出して、くた若い芸者に関係したという噂がおげんの耳にまで入るようになった。旦那は人のいい性質と、女に弱いところを最後まで持ち続けて亡くなった。 遠い先祖の代からあるという古い襖も慰みの一つとして、女の寝たり起きたりする場所と決まっていたような深い窓に、おげんは呆然とした自分を見つけることがよくあった。考えまい、考えまいと思いながら、おげんは考え続けた。彼女は旦那の生前に、自分がもっと旦那の酒の相手でもして、歌の一つも歌えるような女であったなら、 旦那もあれほどの報道はしないで済んだろうか、と思い出してみた。おげんはこんなことも考えた。彼女と旦那の間にできたおしんは、幼い自分に2階のはしご段から落ちて、ひどく脳を打って、それからあんな発育の遅れたものになったとは、これまで彼女が家の人たちにも、親戚にも、誰に向かってもそういう風にばかり話してきたが、 実はあの不幸な娘のこの世に生まれ落ちる日から最早ああいう運命の下にあったとは、旦那だけは思い当たることもあったろうと。そればかりではない彼女自身にも人には言えない不可でを負わせられていた。彼女は長い骨の折れた旦那の留守をした頃に、せがれの嫁としばらく一緒に暮らした月日のことを思い出した。その時はせがれがそばにいなかったばかりでなく、 嫁まで自分を置いてせがれの方へ一緒になりに行こうとする時であった。俺はつまらんよと彼女の方でそれを嫁に行ってみせて、別れていく人の枕元で散々泣いたこともあった。お母さん、そんなにブラブラしていらっしゃらないで、本当にお医者様に見てもらったらどうですと別れ際に慰めてくれたのもあの嫁だった。どうも自分の体の具合が良くないと思い思いして、 幾度となく温泉事業謎を思い立ったのも、もうあの頃からだ。けれども彼女が根本からの治療を受けるために自分の体を医者に見せることだけは避け避けしたのは、旦那の恥を明るみへ持ち出すに忍びなかったからで。見ず知らずの女たちから旦那を通して伝染させられたような病毒のために、いつか自分の命の根まで噛まれる日の気まりものでもない、とは考えたばかりでも恐ろしいことであった。 河津がないとる、と言って、三吉はおげんのそばへ寄った。いつの間に外へ飛び出していって、いつの間に帰ってきているかと思われるようなのは、この遊びに夢中な子供だ。本に、とおげんは老いというよりは孫のような三吉の顔を見ていった。そういえば三吉は何をして屋外で遊んできたかや。基礎川で泳いできた。俺も老いたうまく泳げるようになったに。 三吉は子供らしい手付で水を切る真似をして見せた。さもおまそうなその手付がおげんを笑わせた。東京の兄さんたちもどこかで泳いでいるだらずかなぁ。とまた三吉が思い出したように言った。この子はおげんが三番目の弟の熊吉から預かった子で彼女が東京まで頼っていくつもりの弟もこの三吉の親に当たっていた。どれ そうおとなしくしておばあさんのそばに遊んでいてくれると、ご褒美を一つ出さずばなるまいて。と言いながらおげんは歌詞を取り出してきて、それを三吉に分け、そこへ顔を見せたおしんの前へも持って行った。へえ、姉さんにもご褒美。こうおげんが娘に言うときの調子には、まだほんの子供にでも言うような母親らしさがあった。カエルがよく泣くに、 とその時、おしんも耳を澄まして言った。中間泣くのは、なんだか寂しいものだなあし。三吉や、お前はあの口まねをするのが上手だが、このおばあさんも一つやってみせずか。どうしておばあさんだって、三吉には負けんぞい。子供を前に置いて、おげんはカエルの泣き声謎をまねして見せて戯れるうちに、いつの間にか彼女の心は本物のカエルの声の方へ行 どこかの田んぼの方からでも伝わってくるような、盛んな繁殖の声は人に迫るように聞こえるばかりでなく、委員の庭に見える深い草木の感じまでが憂鬱で悩ましかった。なんだか俺は本当に気違いにでもなりそうだ。と源は半分冗談のように一人でそんなことを言ってみた。耳に聞くカエルの声はややもすると彼女の父親の方へ。 あの父親が晩年の月日を送った暗い座敷郎の孔子の方へ彼女の心を誘った。おげんは兄弟中で一番父親に似ているとも言われた。そんなことまでが平素から気になっていた。どうして40になっても独り立ちのできないような不幸な娘を連れていて。それを思うと、おげんは自分を笑いたかった。 彼女はそこに置いてある火鉢から細い真鍮の火箸を取ってみて、曲げるつもりもなくそれを弓なりに折り曲げた。おばあさん、またここのお医者様に怒られるぞい。と三吉は言って、不思議そうにおげんの顔を見ていたが、やがて子供らしく笑い出した。こういう場合にそばにいる者の,の顔を見比べて、母をかばおうとするのは何時でもおしんだった。三ちゃんにはかなわない。 すぐにああいうところへ目をつけるで。と、おしんも笑いながら言って、母の曲げた火箸を元のように直そうとした。おしんはそんなことをするにも、丁寧に、丁寧にとやった。蜂屋の委員へ来てから3週間ばかり経つうちに、三吉は小山の家の方へ帰りたいとことだした。おげんは一日でも多く小さなお,おいを自分の手元に引き止めて。おばあさんのそばがいい。 と言ってもらいたかったが、退屈した子供をどうすることもできなかった。三吉は一人でも家の方へ帰れると言って、次の駅までにりばかりは汽車にも乗らずに歩いて行こうとした。この田舎育ちの子供が一人でポツポツ帰っていく日にはおんはをしんと二人で村外れまで見送った。学校の生徒らしい夏帽子に土地風なカルサンバキで、 時々後ろを振り返り振り返り剣道に沿うて歩いていく小さな老いの後ろ姿は、おげんの目に残った。三吉が帰って行った後、にわかに委員の部屋も寂しかった。しかしおげんは久しぶりで東京の方にいる弟の熊吉に宛てたはがきを書く気になったほど、心持ちのいい日を迎えた。おげんは女らしい字を書いたが、とかく手が震えて、これまで滅多に筆も持たなかった。 書いてみれば、書けて、その弟にやるハガキを自分で眺めても、少しも手の震えたような跡のないことは彼女の心にも嬉しかった。九月を迎えるようになってからは、一層心持ちのいい日が続いた。おげんは娘やばあやを相手に珍しく楽しい時を送ったばかりでなく、時にはこの村にある古い親戚の家謎を訪ねて歩いた。 どうやら一生の晩年の静かさがおげんの目にも見えてきた。彼女はその静かさを3回早くやってくるような朝晩の涼しい雨にも、梅雨を帯びた桑畑にも、委員の庭の日当たりにも見つけることができるように思ってきた。ばあや、ちょっと一円菓しとくれや。とある日、おげんはばあやに言った。付き添いとしてきたばあやは会計を預かっていたので、 おげんが毎日いくらかずつの小遣いをばあやにねだりねだりした。一円でいい。とまたおげんが手を出していった。ばあやは小山の家に出入のものでひどくおげんの気に入っていたが、金銭状のことになると早々おげんの言うなりにもなっていなかった。相互心臓様のようにお小遣いを使わせると、私がおうちの方へ申し訳がないで。とばあやは決まりのようにそれを言って、 しぶしぶおげんの請求に応じた。こうした場合ほどおげんにとって自分の弱点に触られるような気のすることはなかった。そのたびにおげんはばあやが毎日まめとよく働いてくれることも忘れて腹立たしい調子になった。彼女はこの委員に来てから最早何ほどの小遣いを使ったとも自分でそれをちょっと言ってみることもできなかった。お前たちは 何でも俺がむやみとお金を使いから貸すようなことを言う。こうおげんは荒々しく言った。おしんとともに最後の、隠れが、を求めようとするおげんの心は、ますます深いものとなっていった。彼女は自分でも金銭の感情に拙いことや、それがまた自分の弱点だということを思わないではなかったが、しかしそれを遺憾ともすることができなかった。ただ、 心細くばかりあった。いつまでも諸女で年ばかり取っていくようなおしんの前途が案じられてならなかった。おしんはおもながな顔形から背の高いところまで父親にで、長い眉のあたりなぞも父親にそっくりであった。おげんが自分の娘と向かい合って座っているときは、亡くなった旦那と向かい合っている思いをさせた。しきりに旦那のことを恋しく思わせるのも、 娘と二人でいる時だった。父としては子を傷つけ、夫としては妻を傷つけていったようなあの宝等な旦那が、どうしてこんなに恋しいかと思われるほど。あーああ、おしんより害にもう自分を支える力はなくなってしまった。と、おげんは一人で行ってみて探索した。九月らしい日の庭にあたってきた午後、おげんは病室風の長い廊下のところにいて、 他人任せな女の一生の早く通り過ぎていってしまうこと謎を胸に浮かべていた。そこへ院長八谷が庭伝いに歩いてきて、おげんを慰め顔に廊下のところへ腰掛けた。お嬢さんを見ると、先生のことを思い出します。本当にお嬢さんは先生によく似ておいでだ。八谷はおげんの旦那のことを、先生、先生、と呼んでいた。八谷さん、 あれももう四十女よなし、とおげんは言ってみせた。妄想おなりですかいなぁと八夜も思い出したように。私が先生のお世話になった自分はお嬢さんもまだ一向にお小さかった。これまでにお育てになるのは、なかなかお大抵じゃない。いえ、八夜さん、あれがあるばかりに私も持ちこたえられたようなものよなし。本当に、あれのおかげだぞなし。 あれは小さな自分から少しも目の離されないようなもので、それは危うくて、危うくて。おしん、こうしよや、ああしよや、って、いちいち私が指図だ。ゆっくりゆっくり私が話して聞かせると、そうするとあれにもわかって、私の方で教えた通りにならできる。なんでもああいう字には静かな思考のようなことが一番いいで、 そこへ私も気がついたもんだで、それから私も根気に家の仕事の手伝いをさせて。ええー、趣向風のことなら、あれも好きでするわいなし。そのうちに、あなた、あれも女でしょう。あれが女になった時などは、どのくらい私も心配したかしれすか。全く、これまでになさるのはお体定じゃなかった。医者の方から考えても、 お嬢さんのような方には趣向が適しています。もうこれまでになされば、小山さんもご安心でしょう。そこですて、私があれにかんぴょうを向かしてみたことがありましたわい。あれも向きたいと言いますで、青い夕顔に、まな板に、傍聴と、こうあれに渡したと思わっせれ。ところがあなた、あれはもう口をふうふう言わせて、薄く切ってみたり、厚く切ってみたり、 この夕顔はおよそ何分ぐらいに切ったらいいか、そういうことになるとまるであれには観光がつかんぞなし。かんをむくもいいが、手なぞを切って、危うくて目を離せすか。まあ、あれはそういうものだで、どうかして私ももっとあれのそばにいて、自分で面倒を見てやりたいと思うはなし。本に、あれがなかったら、どうして、あなた、 私も今日までこうして木を張ってこらですか。蜂屋さんもご承知なあの小山の家のごたごたの中で、十年の留水がどうして私のようなものに出かすか。思わずおげんは蜂屋をそばに置いて、る馴染みにしかできないような話をした。なんと言ってもおしんのような娘を今日まで養い育ててきたことは、おげんが一生の仕事だった。話してみて、 おげんは余分にその心持ちを引き出された。蜂谷は参加の人にしても珍しいほど長く伸ばしたひげを、自分の懐にしまうようにして、やがておげんのそばを離れようとした。ふと、蜂谷は思いついたように。小山さん、医者家業というやつはとかく忙しいばかりでして、思うようにも届きません。昨日から私も若いものを人人入れましたで。 英国の手伝いに、何かまたご用がありましたら、ことづけてやってください。こう言って、看護婦謎の行ったり来たりする庭の向かうの方から一人の男を連れてきた。新たに医学校を卒業したばかりかと思われるような若者であった。八夜はそのういういしくはにかんだような若者をおげんの前まで連れてきた。小山さん。 これが私のところへ手伝いに来てくれた人です。と八夜に言われて、おげんは一数営釈し,したが、田舎医者の大臣には過ぎたほど目つきの涼しい若者が彼女の目に映った。いい男だわい。それを思うと、おげんは大急ぎでその廊下を離れて、駆け込むように自分の部屋に戻った。彼女は固く固く障子を締め切っておいて、部屋に隠れた。 9月も末になる頃にはおげんはずっと気分が良かった。おげんは自分で考えてもくぶ通りまではいい体の具合を回復したと思って、それを蜂屋にも話し、おしんやばあやにも話して喜んでもらうほどであった。そこでいよいよ彼女も東京行きを思い立った。小山さん、小山さん、と言って大切にしてくれる蜂屋ほどには、蜂屋のサイ君の受けも良くなくて、 ややもすると機嫌を損ねやすいということも、一層おげんの心を東京へと急がせた。この東京行きは、おげんにとって久しく見ない弟たちを見る楽しみがあり、その弟たちに会ってこれから将来の方針を相談する楽しみがあった。彼女はしばらくおしんを手放さねばならなかった。3月ばかり世話になったばあやにも暇を告げねばならなかった。 東京までの見送りとしては、日頃からだの忙しい小山の養子の代わりとして養子の兄にあたる人が家の方から来ることになった。出発の前夜には、おげんは一日も離れがたく思う娘のそばにいて、二人で一緒に時を送った。おしんや、二人で気楽に話さまいかや、お母さんは横になるで、お前も勝手に足でもお伸ばし。とおげんは言って、 誰に遠慮もない小山の家の奥座敷に親子してよくくつろいだ時のように、体を横にしてみ、半ば体を起こしかけてみ、時には畳の上に置き直って尻餅でもついたようにぐたりと腰を落としてみた。そしてその度に、深いため息をついた。私は好きなタバコにするわいなし。と、おしんは母親のそばにいながら、タバコの道具を引き寄せた。 女持ちの細いキセルでタバコを吸い付けるおしんの手付けには、さすがに年の争われないものがあった。おしんや、お母さんはこれから一人で東京へ行ってくるで、お前は家の方でお留守にするだぞや。東京のおじさんたちとも相談した上で、お前を呼び寄せるで。よしか、お母さんのそばが一番よからず。とおげんが言ったが、娘の方では答えなかった。 おしんの心は母親の言うことよりも、タバコの方にあるらしかった。おしんは母親のためにもタバコを吸い付けて、細く煙の出るギセルを母親の口に加えさせるほどの親しみを見せた。この表情はおげんを楽ませた。おげんは娘から勧められたギセルの吸い口を軽く噛み支えて、さもうまそうにそれをふかした。 根の愛に溺れ浸っているこの親しい感覚は自然とおげんの胸に亡くなった旦那のことをも呼び起こした。妻として尊敬された無事な月日よりも、苦い嫉妬を味わわせられた切ない月日の方により多く旦那のことを思い出すとは。おげんはそんな夫婦の間の不思議な結びつきを考えて悩ましく思った。ばあやが来てそこへ寝床を敷いてくれる頃には、 深い周雨の戸の外を通り過ぎる音がした。その晩はおげんは娘とばあやと三人枕を並べて、夜遅くまで寝床の中でも話した。翌日は小山の養子の兄が家の方からこの院に着いた。いよいよみんなに糸ごいして停車場の方へ行く時が来てみると、十慣れた家を離れるつもりであの小山の古い屋敷を出てきた時の心持ちがはっきりとおげんの胸に来た。 その時こそ、おげんは本当に一切から離れて自分の最後の、隠れが、を求めに行くような心地もしてきた。おしんとばあやは、どうせ同じ道を帰るのだからと言って、そこまで汽車を見送ろうとしてくれた。こうして四人の者は、停車場を立った。汽車は二つばかり駅を通り過ぎた。二つ目の停車場ではおしんもばあやも慌ただしく車から降りた。 養子の兄はおげんに。小山の家の衆がみんな裏口へ出て待ち受けていますで、記者の窓から挨拶させるがいい。こういった頃は、おげんの住み慣れた田舎町の石を乗せた板屋根が窓の外に動いて見えた。もう小山の墓のあたりまで来た。もう桑畑の崖の下まで来た。といううちに、高い石垣の上に並んだ人たちからこちらを呼ぶ声が起こった。 家の裏口に出てカルサンバキで挨拶する養子、帽子を振る三好、番頭、小僧の店の者から女衆まで、ほとんど一目におげんの立つ窓から見えた。おばあさん、おばあさん、と三吉が振ってみせる帽子も見えなくなる頃は、小山の家の奥座敷の板屋根も、今の容子の苦心になった土蔵の白壁も瞬く間におげんの目から消えた。 汽車は黒い煙を所々に残し、古い駅路の破壊し尽くされた後のような鉄道の線路に沿って、その街外れをも離れた。おげんはがっかりと窓際に腰掛けた。彼女は六十の年になって不老を始めたような己の姿を胸に欠か,かずにはいられなかった。しかし自分の長い結婚生活が結局女の破産に終わったとは考えたくなかった。 小山から縁談があってと継いできた若い娘の日から少なくとも彼女の力にできるだけのことはしたと信じていたからで彼女は旦那の忘れがたみとも言うべきおしんとともにどうかしてもっと生きがいのあることを探したいと心に思っていたそんなことを遠い夢のように考えて巣はこの先まで乗っていくうちに汽車の中で日が暮れたおげんは養子の兄に助けられながら その翌日久しぶりで東京に近い空を望んだ。新宿から品川行に乗り換えて、あの停車場で降りてからも弟たちのいるところまでは、別な車で坂道を登らなければならなかった。おげんはとぼとぼとした車夫の歩みを辻車の上から眺めながら、右に曲がり左に曲がりして登っていく坂道を半分夢のようにたどった。弟たち。 二番目の直嗣と三番目の熊吉とは同じ住居でおげんの状況を迎えてくれた。おげんが心当てにして訪ねていった熊吉はまだ外国の旅から帰ったばかりで、しばらく直嗣の家に同居する時であった。直嗣の家族は年寄りから子供まで入れて六人もあった上に、熊吉の子供が二人も一緒にいたから、 おげんは同行の養子の兄と共にかなり賑やかなごちゃごちゃとしたところへ着いた。入れ替わり立ち替わりそこへ挨拶に来る親戚に会ってみると、直継の養母はまだ達者で、頭のハゲもツヤツヤとしていて、腰もそんなに曲がっているとは見えなかった。このおばあさんに続いて、たすきを外しながら挨拶に来る直継の連れ合いの長田直継の娘謎ののちから、 小さな老いが四人もおげんのところへお辞儀に来た。どうも太郎や二郎の大きくなったのには、たまげた。三吉もよくお前さんたちの噂をしていますよ。あれも大きくなりましたよ。とおげんは熊吉の子供に行って、それから弟のいるところへ一緒になった。しばらく会わずにいるうちになおつぐもめっきり年をとった。おげんは熊吉を見るのも何年振りかと思った。 姉さんの旦那さんが亡くなったことも、私は旅にいて知りました。と熊吉は思い出し顔に言ったが、そういう弟は55日も船に乗り続けて遠いところから帰ってきた人で、真っ黒に火に焼けていた。本当に、小山の姉さんはお若い。もっと私はお年寄りになっていらっしゃるかと思った。とそこへ来て行って、いろいろともてなしてくれるのは直ぐの連合であった。 このおさだの言うことはお世辞にしても、おげんには嬉しかった。四人の小さな老いたちは珍しいおばあさんを迎えたという顔つきで、代わる代わるそこへ覗きに来た。おげんが養子の兄は無事に自分の役目を果てしたという顔つきで、おげんの容態などを弟たちに話しておいて間もなくなおつぐの家を辞していった。その晩から、おげんはなおつぐの養母のそばに窮屈な思いをして寝ることになったが、 朝も暗いうちから起きつけた彼女は早くから目が覚めてしまって、なかなか自分の娘のそばに眠るようなわけにはいかなかった。静かに寝床の上で身動きもせずにいるような隣のおばあさんのそばで枕元のタバコ本を引き寄せて、寝ながら一服数さえ彼女には気苦労であった。のみならず、上京して二日立ち、三日立ちしても、弟たちはまだ彼女の相談に乗ってくれなかった。 なるほど、弟たちは久しぶりで兄弟三人一緒になったことを喜んでくれ、姉の好きそうなものを用意しては食前の上のことまで心配してくれる。しかし、肝心の相談となると首をかしげてしまって、いい姉の様子を見ようとばかりしていた。おげんに言わせると、この弟たちの煮え切らない態度は姉を侮辱するにも等しかった。 彼女は小山の家の方の人たちからハサミを隠されたり小刀を隠されたりしたことを切なく思ったばかりでなく、肉親の弟たちからさえ用心深いマナコで見られることを悲しく思った。何のための状況か。そんなことぐらいは言わなくたってわかっている、と彼女は思った。とうとう、おげんは弟たちのいるところで、感触を破裂させてしまった。 こんなに多勢邸が揃っていながら、姉一人を養えないとは。たわけめ。その時、おげんは部屋の隅に立ち上がって、震えた。彼女は思わず自分の挙げた両手がある発作的の身振りに変わっていくことを感じた。弟たちは物も言わずに顔を見合わせていた。これは少しおかしかったわい。とおげんは自分に言ってみて、熊吉のそばに座り直しながら、 めまい心地の通り過ぎるのを待った。金色に光った小さな魚の形がいくつとなく空なところに見えて、右からも左からも彼女の目の前に乱れた。こんなに予言の激しやすくなったことは、ひどく弟たちを驚かした代わりに、姉としての威厳を示す役にも立った。弟たちが彼女のために色々と相談に乗ってくれるようになったのも、それから出会った。 彼女はまたいつの間にか一時の怒りを忘れていった。やはり弟たちは弟たちで、自分のために心配していてくれると思うようにもなっていった。ある日、おげんは熊吉に誘われて直継の家を出た。最早とがつらしい東京の街の空がおげんの目に映った。弟の子供たちを喜ばせるようなたくさんなとんぼが秋の空気の中を飛んでいた。 熊吉が姉を連れて行って見せたところは、直嗣の家から半丁ほどしか離れていないある駒物屋の2階座敷で、熊吉は自分用の仮の仕事場に一時そこを借りていた。そこから食事の時や寝る時に直嗣の家の方へ通うことにしてあった。でも秋らしくなりましたね。駒形の家を思い出しますね。と弟は言った。駒形の家とは、 おげんの亡くなったせがれが嫁と一緒にしばらく住んだ家で、おげんにとっても表もの深いところであった。どうかすると私はまだ船にでも揺られているような気のすることもありますよ。ジ家さんの家の廊下が船の甲板で、あの廊下から見える空が海の空で、家ごと動いているような気のしてくることもありますよ。とまた弟はおげんに言ってみせて、さらに言葉を続けて。 姉さんも今度出ていらっしゃってみて、おおよそお分かりでしょう。自家さんの家でも骨の折れる時ですよ。それは倹約にして暮らしてもいます。そういうことを思ってみなけりゃなりません。私も東京に自分の家でも見つけましたら、そりゃ姉さんに来ていただいてもようござんす。もう少し気分を落ち着けるようにしてください。落ち着けるにも、落ち着けないにも、 俺は別にどこも悪くないで、とおげんの方では答えた。ただ、何かこう頭の中に、一とこ引きっつ変えたようなところがあって、そこさえ治れば外にもうどこも体に悪いところはないで。そうですかな。俺を病人と思うのが、そもそも間違いだぞや。何しろ、あなたのところの容姿もあの通りの働き手でしょう。あの容姿を助けて、 家の手伝いでもして、時には姉さんの好きな花でも植えて、余生を送るという気にはなれないものですかな。熊吉や、それは自分の娘でも満足な体で、その娘に養子でもした人に言うことだぞや。あの旦那が亡くなってから、俺はもう小山の家にいる気もしなくなったよ。それに、おしんのような娘を持ってごらん。まあ俺のような親の身になってみてくれよ。 お前のとこのサイ君も、まだ達者でいる自分に、この俺に言ったことがあるぞや。どんなに自分は子供が達成あっても、自分の子供を人にくれる気にはならない、って。それ見よ、女というものはそういうものだぞ。うん、そこだ、そこだ。それだによって、どんな小さな家でもいいから一見東京に借りてもらって、俺はおしんと二人で暮らしたいよ。 お前はなおつぐと二人で心配してくれ。頼むに。月に340円もあったら俺は暮らせると思う。そんなことで姉さんがやっていけましょうか。姉さんは暮らあっても足りないような人じゃないんですか。バカコケ。お前までそんなことを言う。何でもお前たちは、俺がむやみとお金を使いから貸すようなことを言う。俺に小さな家でも持たしてごらん。 いくらイラすか。どっちにしても、あなたのところの養子にも心配させるがようござんすさ。お前はそんなのんきなことを言うが、旦那が亡くなった時に俺はそう思った。俺は猛虎やんべに縁虎の切れたものだと思った。おげんは弟の仕事部屋に来て、一緒にこんな話をしたが、直継の家の方へ帰っていく頃は妙に心細かった。今度の状況を機会に、 もっと東京で養生して、その上で前途の方針を考えることにしたら、そういう弟の意見には従いかねていた。熊吉は基調早々の忙しさの中で、姉のために適当な委員を問い合わせていると言ったが、自分はそんな病人ではないとおげんは思った。彼女は年とともに口寂しかったので、熊吉から根立った小遣いで菓子を仕入れて、 その袋を携えながら小さな老いたちのそばへ引き返していった。太郎も今夜、二郎も今夜、お前さんたちがあの三吉をいじめると、このおばあさんが承知せんぞい。とおげんは戯れて、街で買った甘いものを四人の子供に分け、自分でも寂しい時の慰みにした。上京して一週間ばかり経つうち、 おげんはあの蜂屋の委員で経験してきたと同じ心持ちを直継の家の方でも経験するようになった。姉、ね、さん、姉さんと直継が行って姉をいたわってくれるほどには、直継の養母や、直継が連合の長田の受けはなんとなく良くなかった。おげんは弟の連合が子供の育て方謎を逐一いちよく見て、それを母親としての自分の苦心に思い比べようとした。 他年の経験から来たその鋭い目を家の台所にまで向けることは、あまりおさだに喜ばれなかった。姉さんはお料理のことでも何でもよく知っていらっしゃる。私も姉さんに教えていただきたい。父うさだはよく言ったが、そのたびにおさだの目は光った。台所は割合に広かった。裏の木戸口から物置の方へ通う空地は台所の前にもいくらかの余裕を見せ、 霊霊とした秋の空気がそこへも通ってきていた。おげんはその台所にいながらでも朝顔の枯葉の大場に残った林家の垣根や一方に続いた二階の屋根などを見ることができた。おさださん、私も一つお手伝いせず。とおげんはそこに立ち働く弟の連合に行った。秋の野菜の中でも新物の里芋などが出る頃で、おげんはあの里芋をうまく煮て、 小山の家の人たちを喜ばしたことを思い出した。その日のおげんは台所の七輪の前に立ちながら、自分の料理の経験などを長田に語り聞かせるほど良い機嫌でもあった。うまく似て弟たちをも喜ばせようと思うおげんと、契約一方の長田とでは、墨の継ぎ方でも合わなかった。おげんはやや興奮を感じた。 彼女は義理ある妹に墨の継ぎ方を教えようという心が先で。ええ、とろくさい。私の言うようにしてみさっせれ。こう言ったが、七輪の側にある長い橋の焼けているとも気づかなかった。彼女はつかませるつもりもなく、熱い火橋をおさだにつかませようとした。熱。とさだは口走ったが、その時おさだの目はまともに予言の肩を打った。 きちがいめ、とその目が非常に驚いたようにものを言った。おさだは悲鳴を上げないばかりにして自分の母親の肩へ飛んで行った。何事かと部屋を出てみるなおつぐの声もした。おげんは意外な結果に呆れて、みんなのいるところへ急いで行ってみた。そこには母親に取りすがって泣き顔をうずめているおさだを見た。なに、なんでもないぞや。 俺の手が少し狂ったかもしれんが、おさださんにやけどをさせるつもりでしたことではないで。とおげんは言って、なおつぐの要望にもおさだにもわびようとしたが、心の興奮は隠せなかった。なおつぐは笑い出した。大げさな真似をするない。あいつは俺の肩へ飛んでこないでお母さんの肩へ飛んでいった。とうさだを叱るように言って、 福田直嗣は隣近所にまで響けるような高い声で笑った。夕方に熊吉が用田市から帰ってくるまで、おげんは心の興奮を鎮めようとして、縁先から空の見える柱のところへ行って立ったり、庭の隅にある暗いサザンカの下を歩いてみたりした。年老いた身の寄せ場所もないような冷たく痛ましい心持ちが、親戚の厄介者として見られるような悲しみに混じって、 抑えてもせえても彼女の胸の中に湧き上がり湧き上りした。熊吉が来て、兄弟三人一緒に明かりのあたる食卓を囲んだ時になっても、おげんの興奮はまだ続いていた。今日は女同士の芝居があってね、お前の留守に多いた面白かったよ。を継次は姉を前に置いて、熊吉にその日の出来事を話して無造作に笑った。 そこへおさだは台所の方から手料理の皿に持ったのを運んできた。おげんはおさだに。なあし、おさださん。喧嘩でも何でもないで。おさださんとはもうこの通り仲直りしたで。ええー、何でもありませんよ。とうさだの方でもこともなげに笑って、盆の上の皿を食卓へと移した。うん、田舎風のご馳走が来たぞ。や、こいつはうまからず。 東南お継ぐも姉の前では懐かしい国言葉を出して、うまそうな里芋を口に入れた。その晩はおげんは手が震えて、せっかくの地層もろくに喉を通らなかった。熊吉は黙しがちに食っていた。食後に、おげんは自分のそばに来て心配するように言う熊吉の低い声を聞いた。姉さん、私と一緒にいらっしゃい。今夜は小間物屋の2階の方へ泊まりに行きましょう。 おげんはうなずいた。暗い夜が来た。おげんは熊吉より遅れてなおつぐの家を出た。遠く青白く流れているような天の川も、星の姿も、よくはおげんの目に映らなかった。弟の仕事部屋に登ってみると、兄弟二人の寝道具が運ばさせてあって、おげんの分だけが寝るばかりに用意してあった。おげんは寝巻きを着替えるが早いか、 いきなりそこへ身を投げるようにして、その日あった出来事を思い出してみては深いため息をついた。熊吉、この俺がなんと見える。とおげんは床の上に座り直していった。熊吉は机の前に座りながら姉の方を見て。姉さんのようにそう興奮しても仕方がないでしょう。それよりはゆっくりおやすみなさい。うんにゃ、この俺がなんと見えるって。 それをお前に聞いているところだ。みんな寄ってたかって俺をきちない扱いにして。急に涙がおげんの胸に迫ってきた。彼女は追い痩せた手でそこにあった坊主枕を力任せに打った。はばかりながら、桃源はまた一人でやり出した。御た様がいて、この年寄りを守っていてくださるよ。そんなみんなの思うようなものとは違うよ。体もない。 三霊様はおしんという娘をも守っていてくださる。この母がそばに付いていてもいなくても、守っていてくださる。何の心配することがいらすか。どうかすると、この母の目には、あの知恵の足りない娘が三霊様に見えることもある。熊吉はしばらく姉を相手にしないで、言うことを言わせておいたが、やがてまたおげんの方を見て。姉さんも小山の家の方にいて、 何か長い間に見つけたものはありませんでしたか。姉さんもお父さんの娘でしょう。あのお父さんは歌を読みました。ひだの山中でお父さんの読んだ歌には、なかなかいいのがありますぜ。短い言葉で、不器用な言い回しで、それでもお父さんの旅の悲しみなどがよく出ていますよ。姉さんにもああいうことがあったら、そんなに苦しまずにも済むだろうかと思うんですが。 俺は歌は余まその代わり若い時はからお父さんのそばで、毎日のように色々なことを教わった。聞いてみろや、何でも俺は言ってみせるに。何でも知ってるに。次第に戸の外もひっそりとしてきた。熊吉は姉を心配するような顔つきで、おげんの寝床のそばへ来て座った。熊吉は黙ってタバコばかりふかしていた。 おげんの中にいる二人の人がいつの間にか頭を持ち上げた。その二人の人が問答を始めた。一人が何か一人ごとを言えば、今一人がそれに合図を打った。熊吉はどうした熊吉はいないかいる、いや、いない、いや、いる。あいつも化け物かもしれんぞ。化け物とは言ってくれた。姉の気も知らないで、人を馬鹿にしてつかって。 そんなものが化け物でなくてなんだぞ。こういう二人の人は激しく愛争うような調子にもなった。し、黙れ、黙らん。なぜ、黙らんか。なぜでも、黙らん。同じ人が避けて、戦おうとした。生命の炎は恐ろしい力で燃え尽きていくかのような税を示した。おげんは自分で自分を生栄ようとしても、 中から内部からと押し出してくるようなその力をどうすることもできなかった。彼女はひどく探索して、そのうちに何かビギンしてみることを思いついた。ある陽曲の中の一鎖が胸に浮かんでくると彼女は心覚えの文句をたどりたどり長く声を引いて、時には耳をすまして自分の嘘吹くような声に聞き入って、秋の夜の吹けることも忘れた。寝ぼけたような鳥の声がした。 ほう、鳥が泣くげな。鳥も眠られないと見えるわい。とおげんは言ってみたが、ふと気がつくと、熊吉はまだ起きて自分のそばに座っていた。彼女はおよそ何時間ぐらいその床の上に埋めき続けたかもよく覚えなかった。ゆい、しょんぼりと伝統の陰に座っているような弟の顔が彼女の目に映った。翌日は熊吉もにわかに奔走を始めた。 おげんは弟が自分のために心配して家を出て行ったことを感じたが、弟の行き先が気になった。ずっと以前に一度、ネギ氏の精神病院に入れられた時の愛おしい記憶がおげんの胸に浮かんだ。旦那も国から一緒に出てきた時だった。その時にも彼女の方では、どうしてもそんな病院などには入らないと言い張ったが、旦那が入れというものだから、 それではどうも仕方がないと諦めて、それから一年ばかりをあの病院に送ってきたことがある。その時の記憶がまた帰ってきた。おげんはあの老獄も同様な場所に身を置くということよりも、基地内の多勢いるところへ行って本物の木印を見ることを恐れた。午後に、熊吉は小石川方面から戻ってきた。果たして、弟は小物屋の二階座敷におげんと差し向かいで、 養生園というところへ行ってきたことを言い出した。江戸川の終点まで電車で乗っていくだけでもなかなかどうかったと話した。それはご苦労様。夕べもお前は遅くまで起きて俺のそばに付いていてくれたのい。お気の毒だったぞや。こうおげんの方から言うと、熊吉は額のところに手を当てて、いくらか安心したような笑みを見せた。 俺にそんなところへ入れという話なら、まっぴら、とまたおげんが言った。俺はそんな病人ではないで。なんだかそんなところへ行くと余計に悪くなるような気がするで。姉さんはそう言うけれど、私の勧めるのは養生園ですよ。ネギ氏の病院謎とは、病院が違います。そんなに悪くない人が養生のために行くところなんですから、 姉さんにはちょうどよかろうかと思うんです。今日は私も行ってみてきました。まるで普通の家でした。そこに広い庭もあれば、明明の部屋もあれば、いいお薬もある。明日にも姉さんが行きさえすれば、入れるばかりにしてきました。保養にでも出かけるつもりで行ってみたら、どうです。熊吉や、そんなことを言わないで、 小さな家でも一軒借りることを心配してくれよ。俺は病院謎へ入る気にはならんよ。しかし姉さんだっても、いくらか悪いぐらいには自分でも思うんでしょう。すっかり体を丈夫にしてください。家を借りる相談謎は、その上でも遅くありません。いや、どうしても俺は病院へ行くことは嫌だ。こう言っておげんは聞き入れなかった。あああ、 そんなつもりでわざわざ国から出てこすか。とまたつけたした。しかし、熊吉は姉の養生縁行きを見合わせないのみか、その翌日の午後には自分でもまず姉を見送る支度をして、それからお玄のところへ来た。熊吉は姉の前に手をついてお辞儀した。それほどにして進めた。お玄はもう探索してしまって、肉親の弟が入れというものなら、 それではどうも仕方がないと思った。おげんはそこにお辞儀した弟の頭を一つぴしゃんと殴っておいて、弟の言うことに従った。その足でおげんは小間物屋の2階を降りた。入院の支度するために直ぐの家へと戻った。彼女はとぼけでもしない限り、どの面を下げて、そんな養生園へ行かれようと考えた。 ちょうど国から持ってきた着物の中には、どうだけはいいで、別の切れをあてがった下着があった。丹精して作ったもので、島柄もおとなしく気に入っていた。彼女はその下着をわざと風変わりに着て、その上に帯を締めた。直ぐの娘から羽織もかけてもらって、ぶらりと二番目の弟の家を出たが、とかく足は前へ進まなかった。小物屋のある町角で、 熊吉は姉を待ち合わせていた。そこには腰の低い小間物屋のおかみさんも店の外まで出て、お元の近づくのを待っていて。ご隠居様、どうかまあご機嫌よう。と手をもみもみ挨拶した。熊吉は往来で姉の風邸を眺めて、子供のように吹き出したいような顔つきを見せたが、やがて連れ立って出かけた。街で行き合う人たちはお元の肩を振り返り振り返りしては、 いずれも首をかしげていった。それを知るたびにおげんはある悲しい快感をさえ味わった。漠然とした不安の念が、憂鬱な想像に混じって、これから養生園の肩へ向かおうとするおげんの身を襲うように起こってきた。蝶に遊んでいた小さな生い立ちの中にはそこいらまで一緒についてくるのもあった。 おげんは熊吉の案内で坂の下にある電車の乗り場から新橋手前まで乗った。そこには直次が姉を待ち合わせていた。直次は熊吉に代わって、それから先は二番目の弟が案内した。小石川の高台にある養生園がこうしたおげんを待っていた。最後の、隠れが、を求めるつもりで国を出てきたおげんはその養生園の一室に、 白い制服を着た看護婦などの廊下を往来する音の聞こえるところに、年老いた自分を見つけるさえ夢のようであった。病室は長い廊下を前にして他の患者のいる方へ続いている。窓も一つある。あのおしンを相手に寝たり起きたりした小山の家の奥座敷に比べると、そこで見る窓はもっと深かった。 養生園に移ってからのおげんは毎晩薬を飲んで寝るたびに不思議な夢をたどるようになった。病室に目が覚めてみると、生命のない器物にまで陰と用途があった。恥ずかしいことながら、おげんはもう長いこと国の養子夫婦のむつましさに心を悩まされて、自分の前で養子の噂をするなんでもない嫁の言葉までが妬ましく思われたこともあった。 今度東京へ出てきて直継の要望などに会ってみると、あの年をとっても髪の形を気にするようなおばあさんまでが恐ろしい洒落れ者に見えた。みんな、化け物だと、おげんは考えた。熊吉の義理あるおいで、おげんから言えば一番目の弟の娘の旦那にあたる人が会いに来てくれた時にすら、おげんはある妬ましさを感じて、あの弟の娘はこんないい旦那を持つかとさえ思ったこともあった。 その恥ずかしい心持ちで病室の窓から伸びのぼって眺めると、時には庭掃除をする男がその窓の外へ来た。おげんはそんな落葉を吐き寄せる音の中にすら、女を騙しそうな化け物を見つけて、伸のびのぼり伸び上がり眺めいって、自分で自分の目を疑うこともあった。ある夕方が来た。おげんはこの養生園へ来てから最早いく日を過ごしたかということもよく覚えなかった。 廊下自体に看護婦の部屋のそばを通って、黄昏時の庭の見えるガラスの近くへ行って立った。あちこちと廊下を歩き回っている白い犬がおげんの目に映った。チンというやつで、体つきの小さな割に耳の辺からかぶさったような長いボうボうとした毛が薄暗い廊下では際立って白く見えた。 ちょうどそこへ30万56ばかりになる立派な婦人の患者が看護婦の部屋の方から廊下を通りかかった。この婦人の患者はある公家から来ていて、看護婦はじめ他の患者まで、奥様、奥様と呼んでいた。お通りください。とおげは奥様の方へ右の手を広げてみせた。その時、奥様は少しうつむき勝ちに、 おげんの立っている前を考え深そうな足取りで静かに通り過ぎた。見ると、そこいらに遊んでいた犬が奥様の姿を見つけて、長い尻尾を振りながら後を追った。小山さん、お部屋の方へお膳が出ていますよ。と呼ぶ看護婦の声に気がついて、おげんはその日の夕飯をやりに自分の部屋へ戻った。廊下を歩む犬の足音は、それからおげんの耳につくようになった。 看護婦が早く敷いてくれる床の中に入って、枕についてからも犬の足音が妙に耳についてよく眠られなかった。おげんは小さな獣の足音を部屋の障子の外にも、縁の下にも聞いた。彼女はあの奥様の眠っている部屋の床板の下あたりを歩き回る白い犬の形を想像でありありと見ることもできた。 八つぼという犬に連添って八人の子を産んだという伏姫のこと謎が自然と胸に浮かんできた。おげんはまだ心もやわくものにも感じやすい若い娘の頃に馬金の小説本で読み、北斎の挿絵で見た伏姫の物語の記憶をたどって、それをあの奥様に結びつけて想像してみた。この想像から、おげんは言い表しがたい恐怖を誘われた。小山さん。 弟さんですよ。と、ある日、看護婦が熊吉を案内してきた。おげんは待ち暮らした弟を自分の部屋に見ることができた。今日は江戸川の終点までやってきましたら、あの電車を降りたところに私の顔を知った車夫がいましてね、しきりに乗れ、乗れって進めましたっけ。今日はここまで歩きました。こう熊吉は言って、 姉の見舞いに下げてきたという菓子折りをそこへ取り出した。静かなところじゃありませんか。とまた弟は姉のために見立てた洋上縁傘も自分でも気に入ったように言ってみせた。どれ、何の土産をくれるか、一つ拝見せず。とおげんは新しい菓子折りを膝に乗せて、蓋を取ってみた。病室で楽しめるようにと弟の見立ててきたらしい種々な東がそこへ出てきた。 この病室に置いてみると、そんな歌詞の中にも陰と用途があった。おげんはそれを見て、笑いながら。こないだ、お玉が見舞いに来てくれた時のお菓子が残っているで、これは俺がまた後で、看護婦さんにも少しずつ分けてやるわい。お玉とは、おげんが一番目の弟のソーダの娘の名だ。お玉夫婦は東京に所帯を持っていたが、ソーダはもう長いこと遠いところへ行っていた。 おげんはそのそうだの娘からもらった土産のしまってあるところをも熊吉に示そうとして、部屋の戸棚についたふすままでも開けてみせた。それほどおげんには見舞いに来てくれる親戚が嬉しかった。おげんはまた、弟からの土産を大切にして、あちこちと部屋の中を持ち回った。熊吉や、とおげんは声を低くして、この養生園には怖い奥様がいるぞや。 患者の中で、奥様が一番怖い人だぞや。多分お前も廊下で見かけただらず。奥様が犬を連れていて、その犬がまた気味の悪いやっこよのい。誰の部屋へでも入り込んでいく。この部屋まで入ってくる。何か食べるものでも置いてやらないと、そこいらなかあの犬が狩りから貸す。と言いかけて、おげんは弟の土産の菓子を二つ三つ紙の上に乗せ。 それを部屋の障子の肩へ持って行った。しばらくおげんは菓子を手にしたまま、障子のそばに立って、廊下を通る物音に耳を澄ました。今に来るぞや。あの犬が鍵つけて来るぞや。こうしてお菓子を障子のそばに置きさえすれば、もう大丈夫。おげんは弟に笑って見せた。その笑いは歩こうかつな方法を思いついたことを通わせた。 彼女は敷居の近くにその菓子を置いて、忍び足で弟のそばへ寄った。姉さん、障子を閉めておいたら、そんな犬なんか入ってきます前にと熊吉は言った。ところが、お前、どんな隙間からでも入ってくるやつだ。いつの間にか忍び込んでくるようなやつだ。高い声では言われんが、奥様が産んだのはあの犬の子だぞい。俺はもうちゃんと見抜いている。おお。 怖い、怖い。と、おげんはわざと身をすぼめて、小さくなって見せた。熊吉は犬の話にも気乗りがしないで、他に話題を変えようとした。弟はこの養生園の生活のことで、おげんの肩で気乗りのしないようなことばかり話したがった。でもおげんは弟を前に置いて、向かい合っているだけでも楽しみに思った。 やがて熊吉はこの養生園の看護婦長にでも会って、姉のことをよく頼んで行きたいと言って、座を立ちかけた。熊吉、そんなに急がずともよからず。とおげんは言って、弟を話したくなかった。彼女は無理にも引き止めたいばかりにして、言葉を継いだ。こんなところへ俺を入れたのはお前だぞや。早く出すようにしてくれよ。それを聞いて熊吉は立ち上がった。 見舞いに来る親戚も、親戚も、きっと話の終わりには看護婦に会っていくことを持ち出して、いつの間にか姿を隠すように帰っていくのが、お元にとってはおかしくもあり心細くもあった。この熊吉が養生園の応接間の方から引き返してきて、もう一度姉の部屋の外で声をかけたときは、おげんもそこまで送りに出た。多勢で広い入り口の部屋に集まって、 その日の新聞謎を広げている看護婦たちの顔つきも若々しかった。ちょうどそこへ例の奥様も顔を見せた。これが弟でございます。とおげんは熊吉が網上げの靴の紐を結ぶ後ろから、奥様の肩へ右の手を広げて見せた。弟が出て行った後でも、しばらくおげんはそこに立ち尽くした。きっと熊吉は俺を出しに来てくれる。 と、おげんは一人になってから行ってみた。翌朝、看護婦はおげんのために水薬の瓶を部屋へ持ってきてくれた。小山さん、今朝からお薬が変わりましたよ。という看護婦の声はなんとなくおげんの身に染みた。おげんは弟の置いていった土産を戸棚から取り出して、それを看護婦に分け、やがて小さな声で。あの奥様の連れている犬が、 私は怖くて、怖くて。と言って見せた。看護婦は不思議そうにおげんの顔を眺めて。そんな犬なんかどこにもいませんよ。こう言って部屋を出て行った。その時の看護婦の残していった言葉には、思いつかれたおげんの心をびっくりさせるほどの力があった。俺もどうかしているわい。思わずおげんはそこへ気がついた。しかし、 あんなことを言ってみせていたずら好きな若い看護婦が患者相手の連れ連れを慰めようとするのだ、とおげは思い直した。あの犬は誰の部屋へでも構わず入り込んでくるようなやつだ。小さな犬のくせに、どうしてそんな人間の陰頭の秘密を覚えたかと思われるようなやつだ。亡くなった旦那が家出の当時にすら、指一本。 人に刺されたことのないほど長い苦節を守り続けてきた女の徳までも平気で破りに来ようというやつだ。そう考えると、おげんはこの養生園にいることがにわかに恐ろしくなった。夕方にでもなって、他の患者が長い廊下をあちこちと歩いているときに、養生園の庭の見えるガラス障子のところへ立ってみると、 そんな犬なんかいませんよと言った看護婦の言葉は果たして人を困らせるいたずらと思われた。あの奥様の後をよく追って歩いて長い裾にまつわり戯れるような犬が庭にでも出て遊ぶときと見えた。おげんは夢のような青ざめた光の当たるガラス障子越しに白い犬の姿をありありと見た。寒い、寒い日が間もなくやってくるようになった。待っても、待っても、 熊吉は姉を迎えに来てくれなかった。見舞いに来る親戚の足も次第に遠くなって、直次も、直次の娘も、滅多に養生園へは顔を見せなかった。おげんは小山の家の方で毎年漬物の用意をするように、病室の入り口の部屋に近い台所に出ていた。彼女の心は山のようにかぶらなを積み重ねた流し元の方へ行った。 青々と現れた新しい株名が見えてきた。それをつける手伝いしていると、水道の線から滝のようにほとばしり出る水が流し元に溢れて、庭口の方まで流れていった。おげんは冷たい水に手を浸して、ジャブジャブとかき回していた。看護婦は驚いたように来てみて、大急ぎで水道の線を止めた。小山さん、そんな水いじりをなすっちゃいけませんよ。 ご覧なさいな、おいたをなさるものだから、あなたの手はひびだらけじゃありませんか。と看護婦に叱られて、おげんはすごすごと自分の部屋の肩へ戻っていった。その夕方のことであった。おげんは一人で寂しく部屋の火鉢の前に座っていた。小山さん、お客様。と看護婦が声をかけに来た。思いがけないそうだの娘のお玉がそこへ来てコートの紐を解いた。 おばさんはまだお夕飯前ですか、とお玉が聞いた。これからお膳が出るところよのい、とおげんは命に行ってみせた。それなら、私もおばさんとご一緒にいただくことにしましょう。私の分も看護婦さんに頼みましょう。お玉も珍しいことをこと出したぞや。実はおばさん、今日は熊おじさんの推しに登りましたんですよ。 私がおばさんのお迎えに参りましたんですよ。しばらくおげんは名の顔を見つめたぎり、ものも言えなかった。お玉はこのおばあさんを担ぐつもりずらに。とおげんは笑って、あまりに突然な名の嬉しならせを信じなかった。しかし、お玉が迎えに来たことは、どうやら本当らしかった。悩ましいおげんの目には、 どこまでが待ちわびた自分を本当に迎えに来てくれたもので、どこまでが夢の中に消えていくような親戚の幻であるのか、その差別もつけかねた。幾度となくおげんはお玉の顔をよく見た。最派や二人の子持ちになるとは言っても変わらず若くているような姪の顔をよく見た。そのうちに、看護婦はお玉の型で頼んだ糞をも一緒に、禅を二つそこへ運んできた。 おげんは珍しい身震いを感じた。2月か3月が2年にも3年にも当たるような長い寂しい月日を養生園に送った後で、また弟のそばへ行かれる日の来たことは。食後に、お玉は退院の手続きやら何やらで忙しかった。にわかにおげんの部屋も活気づいた。若い気軽な看護婦たちはおげんが退院の手伝いするために、長い廊下を行ったり来たりした。 小山さん、いよいよご退院でおめでとうございます。ととしかさな看護婦長までおげんを見に来て喜んでくれた。では、おばさん、ご好意になった方のところへ行ってお別れなすったらいいでしょうに。おばさんのお荷物は私が引き受けますから。そうせずか。なんだか俺は夢のような気がするよ。おげんはめいとこんな言葉を交わして、そこそこに退院の支度をした。 自分でよそ行きの女帯を締め直した時は次第に心の興奮を覚えた。もうお車も来て待っておりますよ。そんなら小山さん、お気をつけなすって。という看護婦長の声に送られて、おげんは病室を出た。黒い幌をかけた車は養生園の表庭の内まで引き入れてあった。おげんが皆に糸まごいして、その車に乗ろうとする頃は、外は真っ暗だった。 死後にでもなるように寒い晩の空気はおげんの顔に来た。暗い庭の外まで出て見送ってくれる人たちの顔や、そこに立つシャフの顔なが病室の入り口から刺す明かりに映って、わずかにおげんの目に光って見えた。まもなくおげんを乗せた車はごとごと土の上を動いていく音をさせて養生園の門から離れていった。蝶の塔下がちらちら車の上から見えるまでに、 おげんはかなり暗い静かな道を乗っていった。彼女は東京のような大都会のどの辺を乗っていくのか、どこへ向かっていくのか、その方角すらも全くわからなかった。ただ、ほろの覗き穴を通して、お玉を乗せた車の先に動いていくのと、街の曲がり角へでも来た時に前後の車夫が呼び交わす掛け声とで、広々としたところへ出ていくことを感じた。散々飽きるほど乗って、 やがて車はある坂道の下にかかった。知らない町の灯下は夜店でもあるようにホロの外に輝いた。車に近く通り過ぎる人の影もあった。おげんは何がなしに愉快な、酔うような心持ちになってきた。弟も弟の子供たちも自分を待ち受けていてくれるように思われてきた。興奮のあまり、おげんは車の上で楽しく首を振って、 何か洋曲の一節も歌ってみる気になった。こういう時に決まりで胸に浮かんでくる文句があったから彼女はそれを吟じ続けて、いい機嫌で坂を揺られていった。しまいには自分で自分の声に聞き惚れて、街の中を吟じて通ることも忘れるほど夢中になった。ようやく車はある街へ行って止まった。ご隠居さん、今日はおめでとうございます。 と祝ってくれるシャフの声を聞いて、おげんは車から降りた。その時はおげんも散々乗って行った車にくたびれていた。早く弟の家に着いて休みたいと思う心のみが先に立った。玄関には弟の家で見かけないばあやが出迎えて。さあ、お茶のお支度もできておりますよ。となれなれしく声をかけてくれた。 おげんはそのばあやの案内で廊下を通った。弟の見つけた家にしてはこうすぎるほどの部屋の間を歩いていくと、またその先に別の長い廊下が続いていた。ずんずん歩いていけば行くほど、なんとなく見覚えのある家のうちだ。その廊下を曲がろうとする角のところに、大きなのこぎりだの、いかめしい鉄の土だの、その他、 一度見たものには忘れられないような赤くさびた刃物の類が飾ってある壁のそばあたりまで行って、おげんははっとした。弟の家のばあやとばかり思っていた婦人の顔は、よく見ればずっと以前に根岸の精神病院で世話になったことのある年取った看護婦の顔であった。一緒に車で来たと思ったお玉もどこへか消えた。なんだか狐にでもつままれたような気がする。 と、おげんは歩きながら一人でそう言ってみた。小山さん、しばらく。と言っておげんのそばへ飛んできたのは、まがいのない白い制服を着けた中年の看護婦であった。そこまで案内した年取った婦人は、その看護婦におげんを引き渡しておいて、玄関の型へ引き返していった。そこの廊下でおげんが見つけるものは、壁でも、柱でも、 三橋でも、みんな覚えのあるものばかりであった。ここはどこだらず。一体、俺はどこへ来ているのだずら。小山さんも覚えが悪い。ここはネギの病院じゃありませんか。あなたが一度いらっしゃったところじゃありませんか。おげんは中年の看護婦と言葉を交わしてみて、電気にでも打たれるような身震いが全身を通り過ぎるのを覚えた。翌朝になると、 おげんは多生の女の患者ばかりごちゃごちゃと集まって寝たり起きたりする病院の大広間に来ていた。夢であってくれればいいと思われるような、異様な感じを誘う年取った夫人や若い夫人がそこにもここにもゴロゴロして思い思いの世界を作っていた。その時になってみて、おげんはあの小石川の養生園から誘い出されたことも、 自分をここの玄関先まで案内してきた姪のお玉がいつの間にか姿を隠したことも、一層はっきりとその意味を読んだ。しまった。とおげんは心に叫んだが、この時は最早追いつかなかった。見ず知らずの人たちと一緒ではあるが患者同士が集団として暮らしていくこと、古い馴染みの看護婦が二人までもまだ勤めていること、それに一度入院して全開した経験のあること。 それらが一緒になって、おげんはこの病院に移った翌日からなんとなく別な心持ちを起こした。勝手を知ったおげんは馴染も薄い患者ばかりいる大広間から抜け出して、ある特別な精神病者を一人置くような室の横手から、病院の広い庭の見える窓の肩へ歩いて行ってみた。立派な丸曲げに言ったどこかの細君らしい夫人で侵入の患者仲間を迎え顔におげんの方へ来て、 何か思いついたように恐ろしく丁寧なお辞儀をしていくのもあった。寒い静かな光線はおげんの行く廊下のところへ刺してきていて、なんとなく気分を落ち着かせた。その突き当たりには、養生園の部屋の型で見つけたよりもっと深い窓があった。俺はこんなところへ来るような病人とは違うぞい。どうして俺をこんなところへ入れたか。さあ、俺にもわからん。 おげんの中にいる二人の人は窓のそばでこんな話を始めた。熊吉はどうした。熊吉も、どうぞお願いだから、俺に入っていてくれと言うげな。小山の養子はどうした。養子か。あれも、俺に出てきてもらっては困るというぞい。直継はどうした。あれもそうだ。お玉はどうした。あれは俺を騙して連れてきておいて。 みんなで酔ってたかって俺をきちいにして、こんなところへ入れてしまった。めくらの両見ほど悲しいものはないぞや。おげんは探索してしまった。あのシャフがこの玄関先で祝ってくれた言葉。ご隠居さん、今日はおめでとうございます。はおげんの耳に残っていて、冷たかった。どうして自分はこんなところへ来なければならなかったか。 それを考えておげんは自分で自分を疑った。晩年を暗い座敷牢の中で送った父親のことがしきりとおげんの胸に浮かんできた。父の最期を思うたびにおげんはどこまでも気を確かに持たねばならないと考えた。どうかしてあの父のようにはなっていきたくないと考えた。それにはなるべく父のことに触らないように。同じ思い出すにしても、 父の死に際のことには触らないように。これはもう長い年月の間、おげんが人知れず勤めてきたことであった。あいにくとその思い出したばかりでも頭の痛くなるようなことが、しきりに気にかかった。ある日も、おげんは廊下の窓のところでいつの間にか父の前に自分を持って行った。青い深い竹藪がある。竹藪を背にして古い米倉がある。 木小屋がある。その木小屋の一部に作り付けた座敷牢の格子がある。そこがおげんの父でも師匠でもあった人の晩年を過ごしたところだ。おげんは小山の家の方から発狂した父を見舞いに行ったことがある。父は座敷牢に入っていても何か書いてみたいと言って、紙と筆を取り寄せてそんなになっても物を書くことを忘れなかった。 おげん、ここへ来させれ、ちょっとここへ来させれ、と父がしきりに手招きするから、何か書いたものでも見せるのかと思って、行くと、父は恐ろしい力でおげんを捕まえようとして、もう少しでおげんの手が引きちぎられるところであった。父はひげの伸びた青ざめた顔つきで、時には、あはは、あはは、笑って、もう散々腹を抱えて反り返るようにして、笑って笑い抜いたかと思うと、 今度は暗い座敷郎の格子に取りすがりながら、さめざめと泣いた。お父様、お前様の心持ちは、この俺にはよくわかるぞなし。俺もお前様の娘だ。お前様に小さな自分から教えられたことを忘れないばかりに。俺もこんなところへ来た。おげんはそこに父でもいるようにして、一人で書きくどいた。教師した父を憐れむ心は、 目の前に見るものを余計に恐ろしくした。彼女は自分で行きたくない行きたくないと思うところへ割れ知らず引き込まれていきそうになった。ここはもう自分にとっての座敷牢だ。それを意識することは耐え難かった。おげんは父が座敷牢の格子のところで悲しみもだえた時の古タも思い出した。それを自分でも廊下で口ずさんで見た。キリギリス、泣くや下世の さむしろに、衣し式、一人かも休む。最派や、娘のおしんもそばにはいなかった。おげんは誰も見ていない窓のところに取りすがって、激しく泣いた。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。三年ほど経って、おげんの容体の奇特なことが病院から直継の家へ伝えられた。おげんの臨終には親類のものは誰も間に合わなかった。 養生園以来、陰ながら直継を通してずっと国から仕送りを続けていた小山の養子もそれを聞いて上京したが、お元の臨終には間に合わなかった。お元はネギの病院の別室で、唯一に死んでいった。まだ親戚は誰も集まってこなかった。三年の間お元を世話した年取った看護婦は夜の九時過ぎに、亡くなってまだ間もないお元を見に行って、 そこに眠っているような死に顔を吹いてやった。両手も胸の上に組み合わせてやった。その手は、あだかも生前の女の悲しみを追うかのように見えた。おげんの容姿はなおつぐの娘や子供と連れ立って十時ごろに急いできた。年取った看護婦は部屋を片付けながら、小山さんがお亡くなりになる前の日に頭を反りたいというお話がありましたっけ。 お家の方に聞いてからでなくちゃと言いましてね、それだけは私が乙女申しました。病院にいらっしゃる間は、よくお裁縫謎もなさいましたっけ。と親戚の者に話聞かせた。長いこと遠いところに行っていたおげんの一番目の弟のそうだも、その頃は東京で、これもお玉の旦那と二人で急いできたが、先着の親戚と一緒になる頃はやがて十一時過ぎであった。 もう遅いから子供はお帰り。姉さんのお通夜は俺たちでするからな。それにここは病院でもあるからな。とそうだが年長者らしく言ったので、名おぐの娘はおげんの枕元に白いお団子だの水だのをあげておいて、子供と一緒に終わりの別れを告げていった。親戚の人たちは飾り一つないような病院風の部屋に火鉢を囲んで、おげんの泣き殻の仮に置いてやる側で、 三月の深夜らしい時を送った。おげんが残したものと言っても、旅人のように極小なかった。養子はそれを始末しながら、よくそれでも、こんなところに辛抱したものだ。と言った、そうだも思い出したように。姉さんも、俺が一度訪ねてきた時は大分落ち着いていて、この糞ならもうそろそろ病院から出してあげてもいいと思ったよ。惜しいことをした。 そういえば熊おじさんはどうしましたろう、とお玉の旦那がこと出した。あれのところには通知の行くのが遅かったからね。と言って見せて、ソーダは一つある部屋の窓の肩へ立って行った。何もかもひっそりとちんまり返って、音一つその窓のところへ伝わってこなかった。もうそろそろ夜が明けそうなものですなぁ。とお玉の旦那もソーダの肩へ立って行って、 一緒に窓の戸を開けてみた。ネギ氏の空はまだ暗かった。低本。嵐ある女の生涯。新潮文庫、新潮社。1969、昭和44、年2月10日発行。1990、平成2、年11月15日30冊。入力、だけのよしお。厚生林幸雄。 2008年4月16日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。